FM93.0 AM1242 日本放送です。 The Radio Show。 さあ、時刻はお昼の1時を回りました。翔太師匠、犬井さん、お疲れ様でした。日本放送お聞きの皆さん、こんにちは。今週はナイツさんが夏休みということで、今日水曜日はですね、私、カノエイコーが代演を務め、カノエイコーザ・ラジオショーをお届けいたします。そして、パートナーを務めるのは、水曜パートナーのメイプル超合金&夏です。お願いします。お願いします。すいませんね、なんか。え？なんか、いや、いつもナイツさんがね、お二人ここにどっしりといてね、やりやすい感じになってますけども。いや、カノさんと、はい。共演するのってあんまりないじゃないですか。いや、まあ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 、いやでもちょこちょこあるでしょ。だって言ったらもうテレビの前のこのライブシーン、もうお互い仕事がない時からなんか俺ライブでなんか見たことあるけどね。見たことざっくりしてる。だってあのほら、あのお笑いライブなんてさ、はい、昔なんかその10組ぐらいさ、出てさ、うん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 、みんなもう自分の出番までちょっとネタ練習してたりとかさ、うんうん、あんま他の芸人と絡む、よっぽど仲良くないと、絡まない。俺意外ともう本当に楽屋の端っこの方で壁に向かってネタ練習してて、っていう感じだったから。メーンって聞こえてた。そんな、そこ練習しなくていいだろ。メーンのところ。剣道のネタなんかなって思ったんですけどね。いや、いや、ほんとなんかね。いや、でもあれですかね、あの、一緒になったの多分、マセキさんのライブとかですかね。うん、そうだね。最初、一番最初のでゲストで来てくださってって感じだと思うな。もともとだって、メープル超合金じゃないでしょ？メープル超合金じゃない。その前がある、多分その前ぐらいから知ってると思う。え？うん。え？なんで？え？いや、ライブとかで会ってるはずだね。ほんと、全然記憶ない。俺との思い出を、メモリーを消さないで、マジで。メモリー。俺だけ覚えてるとすげえそれ悲しいね、たまにあるけど。え、でも最初に加納さんがテレビでバーンって言ったのって、うん、レッドカーペット、ね。レッドカーペットだね。もっと言えば、うん、あの、昔テレビ東京で、シブスタっていう番組があって、日替わりで MC の方が変わるんですよ。で、ロンブーさんやってたりだとか、おぎやはぎさんやってたりだとか、はい、その中の、1時間の生放送、渋谷のスタジオでやってます、シブスター、うん、その中の、なんかね、お笑いゴングショーみたいなのがあったのよ。あったかもしれないですね。そこで、あの、ちょっとね、なんか優勝とかして、で、優勝すると、スタジオ一本ネタができますよ、みたいな。その時、当時あの、さらにそこで優勝すると、その優勝者の芸人の声が、着ボイスになりますよ、みたいな商品がついた。着ボイス、めちゃくちゃありがたかったけどね。懐かしい。着ボイス。着ボイスでね、2万円ぐらい稼いだと思う。すごい、売れてないのによ。え、その着ボイスはなんて入れたんですか？マーベラスっていう、なんか僕イケメンでも何でもない。なんか、うん、それマーベラスっていう。マーベラスっていう、しっとりした感じ。なんかそんな感じ。なんでそれだったのかわかんないけど。え、もともと、でも芸人、ピンでした。もともとピンで、あの、日本映画学校、だからうちの事務所で言うと、うっちゃんなんちゃんさん、出川哲朗さん、バカリズムさんが、こう、卒業してた日本映画学校。うん、そこの3年生の学校の中に、3ヶ月間だけお笑い実習ってあるんだよ。うん、で、あの、日本映画学校とかもちろん映画史のことも学ぶし、演技のことも学ぶし、いろんなことやる中で3ヶ月間だけお笑い実習があって、うん、そこに、僕が生徒の時に、うん、ナイツが先生として来て漫才を教えてた。だから俺らの中では、当時ナイツ先生だった。ああ。そうそうそう。で、で僕ら学生時代なんか好きな人とコンビ組んで、うん、3ヶ月1本のネタを練って、発表するみたいな。それどんな感じだったんですか、ナイツさんは。いや、ナイツね。うん、いや、先生から急にナイツ。なんか、急に。あ、ナイツさんね。いや、面白かったんだけど、うん、本当に我が道を行くというか、うん、4分5分のネタの中で、ずっと野球のネタしかやらない。で、野球知らない俺たちとか女の子なんかは、うんうん、一切笑わないけど、野球好きな数人の生徒たちは爆笑よ。うん、でも、ああ、これはこれで、かっこいいな、みたいな。刺さるとこに刺してっていう。うん、そうそうそう。で、うん、それを、なんか、あの、学生時代の時、あの、NHK でさ、うん、爆笑オンエアバトルっていうね、はい、番組があったじゃん。ありましたね。10組芸人が出て、お客さんが審査員で、うん、ランキングつけられて、うん、上位5組が全国オンエア、うん、下位5組がフルカット、みたいな、うんうんうん。
あの番組でもお客さんの票をもらわないとネタ、テレビに流せませんよっていう時でも、うん、野球のネタやって、最下位、ぶっちぎりの最下位。何キロバトルだったんだろう。いや、マジですげえなと思ったけどね。あの時は。確かに。はい。でももともと芸人目指してましたっけ？そのお笑い実習で、はい、火がついて、あ、お笑い面白いなと思って、お笑いの道行ったけどね。で、その前はお笑いじゃなくて違うのを目指してた？お笑いはもともと好きだったんですけど、はい、正直芸能界っていう仕事にすごく憧れはあったんだけど、うん、何をやりたいのかちょっと自分でもわかんなくて、うん、ただその日本映画学校は歌もやるし、ダンスもやるし、お笑いもやるし、演技もやるし、みたいな。うん、すごい。なんかわかんないけど、その時、その学校って、今村翔平さん、で、うなぎとか撮った映画の監督が作った学校なんだけど、なんか、映画作りと米作りは似ているってことで、俺ら10日間福島に田植えのホームステイとか行かされたり、これ、で、あったんですよ、カリキュラムにそんなのが。福島県の知らない人の家にホームステイして。で、それ、うっちゃんなんちゃんさんの時代からやってるからね。ずーっと。で、雲南さんもずっとやってて、で、南原さんが、なんか、内村さんが言うには、南原さんが、その、やっぱ途中辛くなって、なんか、ゆで卵を加えながら泣いてたみたいな話を、気分が上々で言ってて。辛くなり方が独特だな。ふっと感じたのね。ゆで卵を食べた時に、もうやってられないって。そこで感極まったんじゃない？それぐらいやっぱ辛かったのよ。本当に。で、携帯持ってっちゃダメとかってルールだったから、もう本当に。で、部屋も与えられるんだけど、うん、畳6畳で、うん、テレビもないし、で、携帯もないし、布団と、うん、カレンダーだけしか置いてないのよ。あ、何日かわかる。そうそうそう。で、もう本当に、日が明るくなったら仕事、うん、暗くなったら仕事終わりの、ずーっとその生活なのよ。それ何日間ぐらい？ 10 日間。で、もう、18歳、19歳の男の子、女の子だよ。が、働くのよ。で、やることもないし、家に一人、部屋に一人だし、で、もう、カレンダーずーっと眺めて、ああ、今日、友引きか。もう、ほんと、それぐらいしか、やること、情報がないんだもん。友引きなんだ。なんだ友引きって、みたいな。調べられないし。調べられないし。友引きってなんだ。もう、タイヤってなんだ、みたいな。結構面白いことやってるんですね。やってましたね。面白い学校でしたね。まあ、そこそこ卒業してって感じで。うん、で、ナイツさんとか見て、うん、あ、お笑い面白いなと思って、うん、同じ事務所、ナイツさんと同じ魔石にオーディション行きましたね。それがね、もう夏休みでナイツさんもね、いや、嬉しいよ。感慨深いですね。感慨深いよ。だってね、昔我が魔石芸能社って、うん、今引っ越して芝公園なんだけど、昔麻布十番ってとこにあって、うん、で、麻布十番のその事務所の隣に公園があって、うん、その公園でみんな芸人たちがネタ練習とかしてたんですよ。うん、で、もう、すいません、お昼でもうこんな話申し訳ないんだけど、うん、その公衆トイレがあって、うん、そこに花輪さんがトイレ行って、うん、髪がないからって言って、うん、顔とか体拭くメンソール配合のやつあるじゃん。ああ、なんかスーッとする。スーッとするやつ。それで、お尻拭いちゃって、うん、お尻がすごい痛いってもだえてた、あの人が、今 M1 審査員やってるって、考え深いよ、こっちからすると。日本放送でラジオってのあの人がみたいな。月目でね。そう、すごいな。すごいですよね。夏休みね。旅行行ってんすかね。どこ行ってんすかね。夏休みもさ、うん、私も撮らせてもらったんだけど、もうコロナでずっとやっぱ旅行とかも行けないじゃない。うんうん、でそうするとなんかこう、いろいろとエピソードトークとかもできない、うんうん、生まれないじゃないですか。確かに。で、まあそろそろまあちょっと落ち着いてきたのかなんかわかんないけど、まあちょっと行っていいよみたいな感じのルールなって、うん、今年も行ってきたんだけど、うん、もうこの年になると、うん、3歳の姪っ子とかさ、うん、90歳のおばあさんとか連れて行くわけよ。ね、旅行に家族でみんなで。ああ、なるほど。で、そうするとやっぱこう、いろいろとスケジュールも組むわけ。こう、ここ行って、うん、で、ここ行ったらちょっと90歳のおばあさん大変かな。じゃあここにしとこうかなとか、うん、ご飯は外に出ずに、まあ、ホテルでなんか予約して食べようかな。で、めちゃくちゃ楽しかったのよ。うん、で、めちゃくちゃ楽しいんだけど、うん、何にも話が生まれないね。やっぱり。気使っちゃって？やっぱりね、芸人のやっぱ旅行って、うん、トラブルないと、話のネタにならないよね。確かに。帰り飛行機、なんか台風で、なんかこう動かなくて、番組ちょっと迷惑かけちゃってとか、どこ、なんかちょっと賑やかなところ行ったら絡まれてとか、一切もうそういうのないじゃん。
なあ、確かにね。やっぱりこう、家族を大事に。そう、ただ楽しいだけ。ただ楽しい。どうだった？ああ、楽しかったです。そう。以上ですね。何にもないよ、本当に。そうだよね。なんか、ハプニングないと無理っすもんね。無理だね。芸人同士なんか、だってさ、この前も、久々に、品川庄司の品川さんと、旅行行ったのね。旅行行くんだけどさ、ね、ナイツの中岡さんとかと3人でも行ったのよ。ナイツのロッチの、ロッチの。ロッチの中岡さんと。間違い方やばいな。って、有馬温泉とかに行ったんだけど、やっぱさ、もうみんなおじさんでさ、夜11時に寝るのよ。はい。11時そう。これからなのね。朝5時6時に起きてしっかり朝ごはん食べて、昼間遊ぶみたいな。もうね、もう。ちゃんとしてる。ちゃんとしてるよ。でさ、夜なんか普通だったらさ、昔だったらさ、温泉街の例えばわかんないよ。そういうなんかスナックみたいなのを飲みに行ったりとか、現地のもの食べに行ったりとかさ、なんかこう、ワイワイしてたじゃん。してましたね。それがさ、もう、旅館で夕ご飯ね、6時ぐらいに食べて、したらもう7時ぐらいに食べ終わるわけじゃん、したらさ、ロッチの中岡さんがさ、さあ、持ってきました。何かなと思ったら、iPad と、テレビをつなぐなんかコード持ってきて、みんなでネットフリックスを見るっていう。家でせえ。男は辛いよ、見てましょう。みんなで見たかったんかな。もうなんなのマジでと思うぐらい、もう芸人の旅行が地味ですね。本当に俺らだけかもしれないけど、もう地味なってって、やっぱ年を重ねるごとに、やっぱ変わってくるんですかね、芸人でも。いや、変わってくるね。楽しみというか、楽しみ方？牙が抜けましたね。あら。薄歯になっちゃいました？薄歯になりました。もうほんとそうよ。いや、でも結構旅行行ってんじゃないですか？そうですね、年一ぐらいは。そう、後輩とか連れてったりとか。後輩連れてったりもしますけど、ほとんどもう家族が多いよね。ハプニングが生まれづらい家族と。そうだよ。だってさ、子供とかその3歳の姪っ子とかをね、このホテルのこのプールとかに連れてくわけじゃん。で、なんか水遊びが好きでキャッキャ喜んでやってんだけどさ、やっぱずーっと見てなきゃいけないのよ。怖いもんね。こんなハプニング起きたらもうやばいから。ちょっと笑えないもん、ね。笑えない。でも大事故だから。確かに。もうずーっと見て。確かに。そうだよな。起きちゃいけないんだから、家族旅行でハプニングなんか。そうだよね。90歳のおばあちゃんめちゃくちゃ歩かせて熱中症に。いや、そんな。絶対ダメだもんね。絶対ダメ、絶対ダメ。そうだ。もう。ハプニングってなかなか起きづらいっちゃ起きづらいですね。起きづらいし、もうなんかハプニングが起きないような生活を。こっち行けば、この道行けば、なんか起こるぞと思うけど、絶対行かないもんね。なかなかね、そう、今ね、大変。だから、はい。あ、ちょっと電車の情報は。はい、お願いします。はい、あります。はい。はい。じゃあ、お願いします。ですね、はい。さあ、ここで電車の情報です。西武池袋線は人身事故の影響で、池袋駅と所沢駅の間の上下線で、現在、運転を見合わせています。この影響で、西武有楽町線と西武豊島線も運転を見合わせています。西武鉄道によりますと、運転再開は午後1時30分頃の見込みです。ご利用の方はご注意お願いいたします。はい。電車情報でしたけど。あともう、家帰ってもずっとゲームばっかしてますわ。やってる最近、なっちゃんゲーム。ずっと PUBG 一本ですよ、こっちは。よく飽きずにずっと、でもそれ、一途に昔からだよね。ずっと。だから全然やらないんすもん。カノー君が。いや、PUBG? やってたよ。やってたけど、全然やってくれないじゃないですか。やっぱね、難しい。やっぱね、PUBG って、他のFPS というか、ああいうバトル系のバトルロイヤル言うと、なんかね、一個こう、大人っぽいというか。へえ、そうなんだ。うん。今何やってるんですか？今は、マインクラフトやってます。うわぁ、平和平和むちゃくちゃマインクラフトって面白いね。もっと早く出会いたかったよ。マジで。熱量やば。だって、聞かれんすよ。マインクラフトってどういう、何するゲームなんですか？一言で言うと、何でもできます。やること無限。ええー、じゃ、ちょっと初心者なんで、私、はい、教えてくださいよ。マインクラフトは、
もう、例えばもう自分でゲームスタートします。キャラクターはね、アバター選んで、はい、ゲームスタートします。そうすると、もうオープンワールドなんで、誰もいない世界に、ポツンと一人だけいます。さあ、そこから何をしますか、そうだな。家作りたいなと思ったら、まず木を切って、家、昼と夜があるから、夜になると敵が出てくるのよ。敵。はい。だから昼間のうちに、ちょっと木を切って、家建てて、扉つけて、で、夜をしのいで。で、ちょっと朝になったら、ちょっと、カチカチの床で寝るのもね、やだな。ちょっとベッドが欲しいなと思ったら、ちょっと山の方行くと、羊なんかがいるから、羊倒して、ちょっとこの、羊の毛をゲットして、で、木と羊の毛でベッド作って、で、ゆっくりね。で、ちょっと、なんかあそこに洞窟があるぞ、行ってみよう。入ったら、暗いから、松明が欲しいな。ちょっと山の方から、鉱石なんか取って、で、棒と松明作って、で、行ったりだとか、敵も倒す冒険もできるし、街をこう発展させる建築もできるし、何でもできる。いや、すごい。この前僕先日家も建ててあったんだけど、ちょっとおしゃれな家が欲しいなと思ってツリーハウス建てました。うわおしゃれ。ありがとうございます。超おしゃれ、はい、ツリーハウス。ツリーハウス建てました。木の上に建てて、はい、建てました。何でもできるんですね。何でもできる。だからもう本当にちょっとセンス問われるね。家建てるのも、どういう家を建てるのかとか。それ何平米とかそういうの？もう自由です。何でもいいですよ。広いの。もちろん、もちろん。お金的なことはあるんですか？なんか人と物々交換したりとかそういうの。たまにこう村があって、そこに商人がいてて、商人と物々交換して、ちょっとエメラルドをちょっとゲットしたりだと。エメラルド。はい。ちょっとなんかいろいろとこういろいろと、物を作る材料になったりとかね。はい。ちょっと食べ物を交換したりだとか。そういうのもできますし。もう時間がどんどん溶けてきますね。マジで。なんかやばいって今俺。いや、多分やばそうな雰囲気したわ、今。マインクラフト。マインクラフトね。でもね、ゲームはずっといろんなゲームやらせてもらってるんですけど。いや、マジ笑ったからね、あれ。バイオハザードとか。バイオハザードもそうです。あれ、なんなん？何は？1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、バチッて。あれなんなん？めっちゃ笑ったけどな。いや、あれもう。あれなんなん？いや、今だと思ったところが、もうだからね。カウントの意味なかったじゃん。だからこう、俺もさ、やっぱさ、ちょっとやっぱ緊張もあんのかもしれん。そのコントローラーでさ、スティックでこう、移動するんだけど、やっぱりこうさ、今だと思うと、スティックを押し倒すんだけど、グリンってなって、まっすぐ歩けなかったりするのよ。トラップで当たりに行ってたってことだよね。当たりには行ってた。そうそう。当たっちゃった。まあね。まあね。あれ、いや、難しいのよ、本当に。いや、まあ確かに、バイオの操作ってめちゃくちゃ難しいですよね。バイオハザードは難しいけど、面白いね。面白い謎解きとか。でも自分は、バイオ2一番やったかな。ああ、僕はね、多分そのリメイクの RE2 っていうのやらせてもらいましたけど、でもね、もう、あれだね。今のお父さんお母さんたちは、子供を持つお父さんお母さんたちは、まあもう、ゲーム、やっちゃダメって、もう言えない時代が来ましたね。ああまあそうか。っていうのも、僕もゲーム配信やらせていただいて、いろんなこう配信者の方と、お友達とかになったり、やっぱそのゲーム配信だけでご飯食べてます。なんなら、家族育ててますっていう人も、たくさんいるし、この前もラスベガスでストリートファイター6の、エボっていうですね、大会があって、その賞金が何億とかだし、あ、なんか e スポーツが発展してますね。もうね、で、e スポーツが今だって学校で、高校とかで教える、感じだったし、この前 e スポーツの専門学校、プロゲーマーを育てる専門学校なんか、設備もすごいし、うわ、すごいなっていうふうになんか先生に言ったら、いやいや、カノさん違うんですよ。遅いんです、日本は。もう世界は、もうそんなのすでにもう何十年前からもうやってんのよ。で、その FPS のそのゲームの大会、優勝、いくらだったかな？当時なんか5億とか6億のやつを、外国の方が優勝して取ったのよ。そしたらその、5億6億ってその取った少年なんだけど、14、15歳ぐらいの少年の国がもうね、国家予算レベルぐらいの感じの価値があって、もうゲームやれ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 
になってんの。その点やっぱ日本って遅いらしくて、やっとちょっとずつ切り開いてきたかならしいですよ。そうか、じゃあもっともっともっと e スポーツ発展するべき。いや、もう、うん、ですね。マインクラフトで勝つとしたらどうしたらいいですか？マインクラフトに勝つ負けるはないから。名言。はい。超名言。もう本当にコツコツ自分で遊んでも楽しいし、自分の、栄光ランドっていう俺は、国を作ってんだけど、ね。ちょ、目がすごい。栄光ランド、今俺王子なんだけど。怖い怖い。その子に、いろんな視聴者の方をこう呼んで、招待して、うん。なんかいろいろ一緒になんか建築したりも楽しいし。目やばいって。怖いから。すいません。ちょっと、熱が。熱すごかったな。熱が上がりすぎちゃって失礼いたしました。さあ、はい、それではそろそろ行きましょうか。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!改めまして、こんにちは。金井子です。水曜パートナーのメイプル超合金ドーナツです。金井子ザラジオショー、よろしくお願いいたします。はい、本日は1時台、2時台、3時台にゲストがやってきます。うん、1時台は私、金井子がラジオショーをリスナーに知ってもらいたい、うん、一押し後輩芸人のカナメストーンが登場いたします。会ったことある？あ、多分あると思うんですけどね、ライブとかでね。ライブシーンなんかでは、今度 M1 行くんじゃないか、決勝行くんじゃないかと言われて 5,6 年経ってるのかな。ちょっとその辺でくすぶってる私の一押し芸人が来ます、ね。仲いいんですか？仲いいし、年末年始なんか僕実家神社なもんで、芸能界休んで、そっち帰るんですけども、うん、ちょっと人手が足りなくて、要ストーンが住み込みで、うちの神社を手伝うぐらい、おみくじとか配ったりとか。そうですね、すご、はい、お守りとかおみくじなんかをこうご提供したりだとか、はい、めっちゃ仲いい家族ぐるみだ、ね、そうです、うん。そして、2時台のゲストショーではしずるカズマが登場いたします。カズマの Z が出てこないのよ。そうなのよ、マジで。 KAZ がね、ドラゴンボール Z の Z だから、ね、どうしたらいい。何で出てくるのこれ。よく出てきたね、この原稿。カズマピンですね。村上さんは今日来ないですか？村上さんは来ないです。え、これなんかブッキングは加納くんが。いやいや、僕ね、そんな深い意味はないんだけど、うんうん、誰かゲスト呼びたい人って言われた時に、うん、確かに俺もしずるって書かずに、うん、カズマって書いたね。なんで？なんかね、別にコンビ感仲悪いわけじゃないんだけど、うん、この池田カズマも、一人の方が伸び伸びすんのよ。へぇ、しずるとの良さもあるし、うん、ピンでの良さもあるんで、あ、まあ、今回はちょっとピンのカズマをちょっと皆さんに聞いていただこうかなと。確かに最近怪我して村上くんしか来てないんで。あ、そうなんだ。だからちょうどいいんじゃないですか。あ、バランス取れてる ね、はい、そうそうそう。そして3時台にはなっちゃんの一押し芸人、うん、虹の黄昏さんが登場いたします。はい、野沢ダイブ金志くんと、かまぼこ体育館が来ますね。え、同じ事務所？え、いや、今フリーですね。元原始人事務所だったんですけど。あ、そうだ、はい、そうだ、はい。僕ね、このライブ、僕ちょっとね、この虹の黄昏さんが先輩なのか後輩なのか僕も今一つ分かってないし、あれ野沢くんがなんか吉本何期って言ったとかそういうのもあったりするじゃん。 そうですよね、それは後で聞きましょう。でライブなんかでもたまに会ったり昔はしたんだけど、そのやっぱ異色すぎて、俺も白スーツ、ロン毛、バラ刺して僕イケメンとか言ってる、異色で言ってる俺が異色だなぁと思うコンビですから。いや、そうですよ、なかなかこうね、話しかけづらくてね、ちゃんと話すの今日初めてです。ちょっと楽しみ、ね、楽しみでございます。嬉しいですけども。さあ、そして今日のメールテーマ発表しましょう。はい、今日募集するテーマはこちらです。祈ってます。出たよ。安藤じゃねえだろ。そこ俺言わして。なんで言わしてほしいなら言ってよ、さっきの打ち合わせの時点で。そこ安藤って書いてあるよ。言わしてよ、もう。祈ってますって。なんでよ。え、何？祈ってますね。祈ってますです。僕の実家がですね、宮城県の1500年の歴史を持つ神社でして、はい、僕自身が神主の資格を持っているということもあり、ね、今日はリスナーの皆さんが今、祈っていること。うん、送っていただきたいなと思います。もう祈って叶ったことでもいいですよ。祈って叶ったこと、はい、何かこう願いがね、今年の目標を掲げて、2023年始めましたけども、もう、
上半期にかなっちゃいました。まだ叶いませんとかでもいいですし。確かに確かに。はい。何でもいいです。うん、その他、番組を聞いての感想、うん、ゲストへの質問メールなどお待ちしてます。宛先はなっちゃうから。はい。受付メールアドレスは rs@1242.com。rs@1242.com。rs はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で。ツイッター改め、X は、ハッシュタグ、加納栄光ラジオショーをつけてつぶやいてください。メールが採用された方には漏れなく、その他抽選で5名の方にラジオショーのステッカーをプレゼント。iPhone でさ、ツイッター開こうと思っても全然見つかんないよね。見つかんない。X って慣れなくて。で、なんかさ、カメラのマークも黒いじゃん。ああ。だからもうカメラ起動しちゃう。ああ、なるほどね。まだちょっと体がね、慣れてないから。鳥いるじゃない？青い鳥ね。鳥さ、スクショしといた。なんか撮っといてる今。ああ俺撮ってないわ。後で送るね。本当だね。また見たくなるだろうからさ。ぜひ。さあ、加納栄光のラジオショー、この後3時30分まで生放送です。The Radio Show。過払い金の確認は0120100。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。まずは0120-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。本当は今すぐ食べたいけれど、大好きなおじいちゃんへのお土産だから、我慢我慢。大好きな味を送ろう、おいしさ長持ち、昔ながらのシューマイ。おいしいシューマイ、崎陽軒。8月10日はハットの日。お買い上げで何かがもらえるハットの日感謝セール実施中。16日水曜日まで。イエローハット。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った70代男性自営業の方からの感想をご紹介します。キャッシングの過払い金なんて当時数十万円しか借りていなかった私にあるはずないと思っていました。それでも月末の生活費の支払いがちょっと厳しくなってきて電話を。そしたら30万円ほどの現金が入金されたんです。一本の電話から予定になかったお小遣いをスマートに手にすることができました。勝手に壁を作っていましたが、小遣い稼ぎ程度の軽い気持ちで電話するのもありですね。このように少額のキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。お電話は0120-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。さあ続いて、日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの小池さん、お願いします。はい、お伝えします。高速道路などの状況です。東北道の下り線は浦和料金所で事故のため、首都高速道路川口線の新井宿付近まで渋滞しています。東名高速道路の下り線は神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に17キロ渋滞しています。神奈川県の保土ヶ谷バイパスの下り線は東名高速道路の横浜町田インター入り口の事故の影響で、横浜横須賀道路の狩場インター付近まで断続的に渋滞しています。県央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りは、埼玉県の狭山パーキングエリアを先頭に12キロ、東京の菅尾トンネルで9キロの渋滞、外回りは東京の菅尾トンネルを先頭に8キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの小池でした。小池さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。8月12日から劇団カモメンタル S ストーリーズボリューム2がザ・高円寺で開幕します。作演出を担当していますカモメンタルの岩崎う大です。マキオです。この暑さを吹っ飛ばす涼しい笑いが満載の舞台です。黙れザコ。うひょー、カレーもよろしく。詳しくは劇団カモメンタルで検索。ショーアップナイタートゥデイ、この時間は司法書士法人中央事務所、
ナブコシステムがお送りします。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。まずはいくら戻るかご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。触れてごらん、ラブコのドアを。そこにときめきの時。開けてごらん、ラブコのドアを。そこに新しい出会い。自動ドアは0120-0725-86。オーナブコハロー。この時間はこちらをお届けします。ショーアップナイタートゥデイ、プロ野球の最新情報、そしてショーアップナイターのお聞き、聞きどころを、皆さんにご紹介します。今日は日本放送ショーアップナイター解説者の真中満さんと電話がつながっています。もしもし。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうも、はじめまして、狩野英孝と申します。狩野さん、こんにちは。はじめまして。はい、僕も野球がですね、はい、我があの楽天ゴールデンイーグルスのことしかよくわからないんですけども。はい、よくわかってますよ、それも。さすがでございます。昨日は9対3で、解消いたしまして、はい、すごいすがすがしいですね。そうです、 A クラスまでね、もうちょっとのところまで来てるんですよ、楽天は、ね、はいはいはい。2.5 ゲーム差ですから。そうですよね、はい、ずっとの最下位だったんで、わー、はいはい、なんか頑張ってほしいなと思ったら、しっかりと連勝とかもしてくれて、はい、今ね、チーム状態非常に打線もね上がってきましたんで、わー、ちょっとこれ全然 A クラスの可能性十分ありますね。ちなみに真中さん、僕みたいにこの地元の楽天が勝ったら嬉しいなっていうぐらいでも野球ファンっていいんですよ、大丈夫ですよね。いや、もう十分です、それが大事なんですよ。これナイツの花尾さんだとすげえマウント取られて叩かれるんで。知識でマウント取られるんで。いや、加納さんみたいなファンがね一番ありがたいんですよ。いや、嬉しいです、真中さん。本当ありがとうございます。ぜひ応援してくださいよ。さあ、ありがとうございます。はい、さあ、今日のショーアップナイターは巨人対阪神の試合を解説、谷重元信さん、実況諸岡正夫アナウンサーで試合終了までお届けします。夕方5時30分からショーアップナイターはぜひお聞きくださいということで、うん、真中さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ショーアップナイタートゥデイでした。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何？肩こりと腰痛。不公平すぎるよ、神様。肩、腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光。感動、居心地の二刀流。あなたの心にドストライク。あなたの心にジャストミート。あなたの日常に驚きを。パチンコ&スロット、ドキワクランド。あなたの街にアパホテルを。フランチャイズ加盟店大募集。10万室のホテルネットワーク、アパ直での高い集客力。新都市型ホテルへリニューアル。駅地下ホテル用地情報、ホテル売却のご相談も。ホテルアパ。ショーアップナイタートゥデイ。この時間は久光製薬、パチンコ&スロットアミューズ、アパホテルがお送りしました。The Radio Show。 ここで電車の情報です。西武池袋線は人身事故の影響で運転を見合わせていましたが、先ほど午後0時26分頃全線で運転を再開しました。ただダイヤの乱れが発生しています。ご利用の方はご注意ください。日本放送熱中症対策ワンポイント。医学博士の森田豊です。喉が渇いていなくてもこまめに水分を取りましょう。スポーツドリンクなどは水分の吸収がスムーズにでき、汗で失われた塩分も補給できるんです。さあ、今日は僕となっちゃんの一押し芸人をラジオショーのリスナーの皆さんに知っていただこうと思いまして、はい、それぞれ呼んでるんですけども、うん、この時間は僕の一押し芸人を紹介したいと思います、はい、僕が紹介するのは事務所の後輩でもあるカナメストーンです。まずは挨拶代わりのネタを披露していただきます。どうぞ。
よろしくお願いしまーす。いやね、僕たち中学からの同級生でやってます。レイジと山口で、カノエストンと申します。お願いしますー。ねえ、頭下げなね。森山直太朗の夏の終わりの最初の部分歌ってないで、それ。なあ、楽器かと思ったら声のところ。ごめんね。ごめんねじゃないよ。すいません。お願いしますー。あのさ、レイジ。はい、どうしたの？ちょっとさ。何？こう、歌でも。え？いや、ええというか、うん、え、歌っていいの今日？どう？え、歌って気持ちよくなっていいの？もちろん。え、歌いたい。いけいける。え、じゃあ、ちょ、夏だから、うん、波乗りジョニーとか。いいね。桑田佳祐。いけいけ。いい？うん。よっしゃ、いきます。だから好きだと言って天使になってそして笑ってもう一度裏打ってんな邪魔だなお前の気持ちよくなる夏のじゃあ俺が気持ちよくなっていいんだよな波乗りジョニーだから好きだうるせえうるせえうるせえっておい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 の裏を打つなそれ邪魔だな邪魔ごめんねじゃあなんで自分のごめんねの裏打ってんだよそれ何をやってんだよ魔石芸能者所属。なんだよ、急に。加納栄光。なんだって、マジ。代表ギャグ。おい。ラーメン、つけ麺、美味しいな。そんなわけねえだろ、お前そんな、ラーメンとつけ麺が美味しいなって言うだけのギャグなわけねえだろなんだっけだから、ラーメン、つけ麺、僕、イケメン、このギャグの裏打っていかんの、お前このギャグの裏打ちたくて俺に言わして、それ最悪です最悪です邪魔ずっとごめんねふざけてさ最悪あっち行ってもう知らないごめんね知らないやだ怒んないで無理やだ機嫌直して何やっても無駄うわこうやってるから機嫌直して無理マジで無理はパッパラパッパッパーパッパッパーパッ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 なんで桃鉄の目的地に一番乗りした気分を味わしたら機嫌直ると思ったんだもういいよどうもありがとうございましたいいよじゃなくてはい、すいません。ありがとうございます。さあ。はい。ちょっと待ってください。一個いいですか？なんかネタ中、うるせえなって。ネタってあれぐらい声出すもんですか？あれでうるせえなって言われましたそりゃそうでしょ。聞こえた？しかも一押しって言ってんのにうるせえな。そんなのいいわけないでしょ。聞こえちゃったもん。聞こえてますよ。で、よく俺も気散らないで続けたなって思います。自分で。プロだね、やっぱり。プロですよ。やっぱ漫才師だわ。あんなのネタ飛ぶんですから、みんな。危ねえっすよ。あるわけでしょあるわけ。あの、お客さんの前でさ、やっててもさ、もう見てないでさ、アンケート会社で携帯いじってるわけでしょあれめっちゃネタ飛ぶんすよ。そういうメンタル俺はこういうところでも俺は違います。違います。本当にうるさいと思ってました。加納さんにおいては。改めまして、まさきの後輩でございます。はい。要ストーンです。はい、要ストーンです。お願いします。クイズの名前を。はい、レイジです。お願いします。やーちゅー。ちゃんと言って名前。こいつ山口って言うんですけど、言ってたよ。自己紹介しないんですよ。ずっと。言ってたよ。しが、お前、やーちーしか言ってないって。何、やーちーって。まあ、こいつ。いや、山口って言ってない。言ってない。言って何なんだよ、その山口って言ってた。その誤魔化しも何なんだよ。ラジオ中にその心霊現象がなんか起きてる。後々なんか引きずりそうな。なんか声聞こえめ、何分、何秒の時に、なんかやーちーと声聞こえましたけどって、なるからやめてますよ。昔の曲とかでよくあったやつですよ、CD の。あったやつ。さあ、ということで、二、はい、人は、はい、マセキ芸能者の子、まあ、後輩なんだけど、はい、ありがとうございます。あなつちゃんはお会いしたことはいや、マジで。ライブはいです、ね、あの、それこそ、バスクっていうライブ、覚えてますか あの、阿久津くんがやってた。あ、そうです、バス、バティオスでやってた。そうです、そうです。A マッソと。あ、そうです。ね。はい。もう最高のライブで。最高のライブ。で、なんなら、それこそ、メープル超合金さんとかに、はい、僕らは、その、うん、人生を変えられてるというか。何それいや、そうなんです。そのバスクっていうライブ、僕らもともと吉本なんですけど、はいはい、バスクっていうライブに出た時に、そのメープル超合金さんとか、うん、それこそ、モグライダーさんとか、うん、浜口浜村さん、もともとマセキの、とか、それこそ虹の黄昏さんも出てて、で、こんな面白い人たちいるんだ吉本以外にいて、もう全然知らなくて、本当に。交流がなくて。もともと吉本だったんだよね。はいはいはい。吉本ってね、これ、リスナーの皆さんね、はい、ピンとこないと思うんですけど、はい、あの、吉本の方って、他の吉本以外のライブ出ちゃダメなんだよね。ああ、そうですね。だから他の東京、まあ、東京で NSC で卒業したっていう吉本の芸人さんは、はい、あの、他の東京の芸人さんを知らないんだよね。そうなんですね。そうなんですよ。もともと吉本いてて、他の吉本以外の芸人見て、はいはいはい、見て、もう、俺らもこの人たちに勝ちたい。おー。追いつきたい、勝ちたいって思って、もう一回ちょっと外
もう吉本辞めて外出て、うん、まあ武者修行っていう言葉があってるか分かんないですけど、やってみようっていうので吉本辞める決断をしたんですよ、それで。はい。辞めさせたの？辞めさせてるんです。なんかごめん。今楽しいんで毎日。あ、本当？で辞めて、はい、だからそれこそちょっとオープニングでも言いましたけども。うんうん、はい、ちょっといろんなね、うん、僕もテレビの仕事の時とかに、うん、メイクさんが、うん、あの、金目ストーンさんと、あれですよね、うん、あの、マセキ、あの、仲いいんですよね、とか言われて、うん、え、なんで、あ、大好きなんです、とか、あの、テレビ番組のディレクターさんとかが、うん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 、ちょっと待ってください。今年、カナメストーン決勝行くんじゃないですかとか。まあ、仲いいっていうのをすごい知ってて、結構いろんなスタッフさんが、今年、カナメストーンすごいよっていうのは聞くんだけど、もう、かれこれもう5、6年聞いてるそれを。もう、いつ、もう、いつまで待てばいいの強調して言うのやめてください。もう、いつよし、もう、何をしすやいいの、マジで。カナさん、今、もう、今、充電してるんです。決勝、ね、パワーを貯めてる。貯めて、今年です、カノさん。爆発？はい。同じ話を、もう毎年すんのよ、これ。今年はやばいっすね。でも毎年いいと思ってやってますから、自分ら的に。だから、去年よりアップデートはしてるわけ？もちろんです、もちろんです。もちろんです。誠もそう、じゃあ実感あんの、ちゃんと。はい、もちろんっす。もちろんっす。もちろんっす。なんか、そうだね。だから確かに山口誠の、このボケのね、はい、こうのキャラが立ってきたよね。あ、なに、なんかそれすげえ嬉しいっす、なんか。あ、ほんと、なんか、ほんと、スマももちろんその面白コンビも、うん、まあ、面白芸人当たり前なんだけど、うん、なんか、気持ち悪いだけじゃなく、なんかこう、ちょっと、うんうん、なんか、あ、なんかこいつ変わってんな、みたいな目線でなんか見れる感じが。はいはいはい。なんか増えましたね。はい。ありがとうございます、カノさん、マジで。意識してるんですか、そういうの。意識なんかしないっすよ。なんか、なんか、成り立ての高岸みたいになってきてるんだ、なんか。成り立ての高岸。ちょっと柔らかめの。柔らかめ。高岸になりたてのやつ。ちょっとまだ成り立ての高岸成り立てなんかちょっとこれでいいのかキャラクターこれでいいんだよなまだこうまだ物にしてない感じ成り立ての高岸な感じがしますけどね。で、まあ、正月なんかは先ほども言いましたけど、うちの実家の神社で。いや、そうなんですよ。行くじゃないですか。行ってるんですよ。毎年行かせてもらってるんですけど。今気づきました。今気づいたというか、その俺らが M1 でバン行けない理由がそこにあるというか、そのお手伝い行った時にですね、毎年、カノさん、家の中を、お札みたいなの持って、こう、全部回って、悪魔払い、悪魔払いって言って。うちのね、地元にあるんですよ。悪魔払いっていう儀式があって、家の中をこうね、バーッと悪魔払いで取って、お札で取って、そのお札の悪魔が取り付いたこのお札を、こう、山に向かって、えいってこう。違うじゃないですか。山に向かってやんないで、俺に向かって、えいって全部、悪魔全部俺に入れてきてるんですよ。それのせいで僕ら M1 行けてない。悪魔になって帰ってくるんですよ。宮城行って。悪魔になって、東京帰ってきちゃって。全部入れられちゃって。だってしかも正月って言ったら M15 だからさ。そうです、そうです。そうですよ。直後にやってんの。悪魔スタートってこと？悪魔スタートなんですよ。毎年。ここ4、5年。そうか。そうか、山じゃないんだ。山じゃないんですよ。で、大爆笑。ケラケラ笑って。最悪だった。あれだけやめてくれれば、もういくらでもお手伝い行かせていただく。当たり前じゃないですか。ちょっと今年が、まあ今年はもうやっちゃったから、じゃあダメだね。そう、いや、あれなんか、お払いとかないんですか？わかんないですけど、入れちゃったもんを取り除く何か。来年頑張ろう。はい、来年。ダメだ、やってくださいよ、お払い。今年はもう悪魔がいい。ちょっとあれだね。いや、でもね、めちゃくちゃ、でもありがたくて、その神社手伝ってくれるのが、もう、特に今年なんかすごかったよね。いやー、すごかったです、本当に。参拝の方が、だからやっぱ多分コロナも、なんか、ちょっと落ち着いて、なんかそういう参拝も行っていいようになったのか、気持ち的にね。それなんか、で、雪も降らなかったし、東北、今年はね。来やすかったんだと思うけど、めちゃくちゃ、でも、二人ともね、一生懸命働いてくれて、その、誠も、僕の誠も、僕の誠ボケの誠。びっくりした。カラさん、誠って呼んでくれるんだ。今ちょっと、なんか悲しかったっすもん。俺だけ僕のエイジって言われなくて、山口だけ僕の誠って言われて。ボケの誠も、やっぱその、その、
なんだろう、神社で働く、なんかこう、なんかこう、似合ってきたというか、しか覚悟をこう、しっかりと。覚悟覚悟がこうできたんだな。あの、やっぱり1年目。神社手伝い1年目。ま、ちょっとうちの神社さ、参拝の方たくさんいるからさ、来ると思うんだ。だからちょっとごめん、手伝ってくれって言って、手伝いに来た1年目の頃よ。もう何年も前の話だけど。あの時はまあちょっとね、ちょっとなんか先輩のなんかこう、引っ越しの手伝いするぐらいの感覚のラフな感じで来ちゃったんだろうね。お守りをこうご提供しながら、誠はね、ガム噛んでたんですよ。それを参拝の方にちゃんと指摘受けて、で反省して。あの、狩野さんに DM が来たんですよね。あの参拝のお客さんから。俺が来たんか。なんか、ガム噛んでなんかやってる人いますけど。マジわかんなくて、その時。神社関係なくダメでしょ。そうよね。アルバイト、接客業しながら。それでなんか一枚強くなれたんですよね。分厚くなれ、一枚分厚くなれたというか。勝手にしたんですよ、言って。謝るだけでいいだろ、別に。生活態度がやばい。いや、でも、そっからでも、まあでも、当時若かったってこともあるし、昔の話ね。あるし、でも、もう、今年なんかは、もう、なんかね、箔がついたというか、もう、何熊手熊手をね、こう、多分お商売とかやられてる方が買ってくれるのよ、それで。ね。その熊手を買ってくれた方には、熊でご購入いただきました。幸せ注入いたします。いや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 、今年もよろしくお願いします。じゃあそれダメな方向にいや、いい、これいいのよ。違う、え、いいっすか、これは。やっぱりなんかあれ、鳥の市でやるやつ、鳥の市でやるやつ、そうを、もううちのちっちゃい山奥の神社でもうそれをやっぱやってく、やっぱね、それをやることによってね、なんか活気づくんだよね。チーム感みたいなのが。そういうのはいいですね。俺もずっと御朱印を書いてるのね。確かに確かに。ずっと御朱印書いてて、その、熊で、いただきましたみたいなこと言ったら、俺も筆置いて、一緒に、よよよいよよよ。そうですね。一回みんな手を止めるんですよね。一回みんな仕事を辞めて、ね、この熊でを買ってくれた方に、幸あれっていう気持ちを込めて。あれ本気でね、やりますもんね。いや、喜んでくれるよね。めちゃくちゃ喜んでくれますね。もうガム噛んでたと思えない。思えない。昔の誠を考えられないよ。マイナススタートだからね、ドマイナススタート。すごい。でも、黒さんのおかげっすね。いや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 。最後に、いいやつだって。そして、なんか、本人らも YouTube とかやってるんだよね。あ、やってます。シャレコメカナメストーンっていう、あの、チャンネル名でやってまして。はい。そして、ラジオも。ラジオは、カナメちゃん村というラジオ。ポッドキャストだったり、スポティファイで聞けます。はい。で、キンキンのなんかもう、ちょっと時間らしいので。早っ。嘘だろ。あっちゅうまで。虹の黄昏さんの時間がなんかたっぷり撮ってるみたいな。え？まあでも確かに虹さん、先輩、茨城の先輩なんですよ。同じ茨城の先輩なんで、尊敬してる先輩なんで。なんとも言えないです。文句は言えないです。怖くない？俺、近くから。すげえ優しいです。あんなんでめちゃめちゃ優しいです。確かに。ちょっと、誠、最後にさ、ラジオを聞いてるリスナーの皆さんに、ちょっと幸せ注入、いいですか？皆さん、ちょっとペンを置いて。はい、置いて。ラジオを聞いてくださっている皆さん、ダメですね。ダメでしたね。ラジオショーを聞いてくれるリスナーのね。そうですね。はい。狩野英孝、ラジオショーでいいですか？そうだね。ありがとうございます。すいません、僕の名前で。狩野英孝、ラジオショーをお聞きになってくださっている皆さんへ、すげえ緊張してる。幸せ注入させていただきます。はい。せーの、やい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 やって合ってる？合ってる、合ってんだ。そうです。放送様子今。ちょっと顔面蒼白ですけど大丈夫ですか？もっと白くね。あの、よよよの時お前だけ言ってなかったけど。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在、キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば、4万円程度でもお借り入れを繰り返すと、27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10 で、
あなたが受け取れるかご確認ください。ヨドバシカメラは豊富な品揃え、お客様のご要望に合わせた提案販売お任せください。省エネ除菌エアコン、スピード取り付けも安心、扇風機サーキュレーター空気清浄機、冷蔵庫洗濯機テレビ携帯電話パソコンカメラもお任せください。ヨドバシ .com は送料無料スピード配達、お客様の一番がきっと見つかる。ヨドバシカメラ。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜならカードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料でご確認ください。0120-10-10-10-10-10-10にお電話を。はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。続いてハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは、お伝えします。お願いします。神奈川県立地球市民神奈川プラザ、アースプラザで神奈川ビエンナーレ国際児童画展が開かれています。今回で22回目の開催で、公募によって世界59の国や地域、神奈川県内や全国の外国人学校から1万1607点の作品が集まりました。その中から入賞作品520点が展示されています。先日私も行ってきたんですが、場所はアースプラザ3階の企画展示室です。会場いっぱいに展示された世界中の子どもたちの作品には、それぞれパワーがあふれています。国によって色使いが違ってくるのも面白いなと思いましたし、大賞に選ばれたタイの5歳の子が描いた母犬と子どもたちという作品には感動でした。夏休みということで親子で来ている方たちがやはり多いんですが、期間中会場では誰でも自由に参加できるアートのワークショップも人気で、日替わりで行われています。ぜひやってみてください。世界の子どもたちの絵画展、神奈川ビエンナーレ国際児童画展は8月27日まで、入場無料です。 JR 本郷台駅からすぐのアースプラザで開催中です。横浜のスタジオから田中さんにお伝えしました。どうも田中さん、はじめまして、加納英子です。はじめまして、加納さん。あ、どうも。はい、もうすごい聞きやすい声で、ね、すごい元気いっぱいです。癒されました。圧倒されてます。はい、田中さん、今日のメールテーマが祈ってますなんですけど、田中さん、なんかこう今祈ってることとかあったりします？あ、ですね、はい、毎日祈ってるのが、はい、うちのベランダに鳩が来ないようにって祈ってるんですよ。なんかね、来ちゃって来ちゃってすごいんですよ。困りますね。でもまあ平和の象徴ですからね。平和の象徴なのでね、居心地いいのかなと思いつつ、そうですね、やっぱ田中さんの声にやっぱり寄ってくるんじゃないですか。そうですかね、小鳥のようなさえずりのね。田中さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。警部、切り裂かないけどさらいはするジャックから予告状が。何？劇団ヨーロッパ企画25周年公演、切り裂かないけどさらいはするジャックが9月20日から下北沢本田劇場で始まるだと。何かミステリーコメディの匂いがするな。警部、ヨーロッパ企画で検索しろ。さあ、時刻は1時53分になりました。続いては日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。まず台風です。台風6号は鹿児島県を暴風域に巻き込みながら北寄りに進んでいます。
鹿児島県の種子島・屋久島地方では局地的豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、九州南部でも線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。で、台風は暴風域を伴って九州の西の海上を北上し、明日の朝対馬海峡に進む見込みです。この台風6号の接近に伴い、 JR 九州は今日、佐賀県の武雄温泉駅と長崎駅を結ぶ西九州新幹線の運転を見合わせました。九州新幹線も熊本駅と鹿児島中央駅の間は始発から終日運転を見合わせていて、 JR 九州はいずれも再開時期は未定としています。JR 九州によりますと、九州南部を通る特急列車や在来線も始発から運転を見合わせました。九州北部を通る列車も午後8時頃から順次運休します。また九州を発着する空の便も日本航空の252便など今日は欠航が相次いでいます。一方、九州電力は今日午前、熊本、大分、宮崎、鹿児島の4つの県のおよそ 17,630戸が停電していると明らかにしました。次に、アメリカ軍による長崎への原爆投下から78年の原爆の日となった今日、長崎市で平和記念式典が営まれ、鈴木史郎市長は就任後初の平和宣言で、核抑止への依存からの脱却を勇気を持って決断すべきだと訴えました。一方、爆心地近くの浦上天主堂では追悼ミサが開かれました。参加した女性です。主人の家族が9人原爆死にあってるんです。平和もね、続きますようにということだけです。また長崎市では高校生平和大使の早朝集会が開かれました。この平和活動や長崎広島の参加を発信していくために、皆さんでこの早朝集会を作り上げていきましょう。次に、覚醒剤と大麻を所持したとして逮捕された日本大学アメリカンフットボール部の部員、北畠成文容疑者21歳が、覚醒剤について大麻を買った際にもらったと警視庁の逮捕前の任意聴取で説明していたことが捜査関係者の話で分かりました。何者かが大麻の販売に乗じて覚醒剤を勧めたとみられ、警視庁は入手経路を詳しく調べます。おしまいに、アメリカメジャーリーグブルージェイズの菊池投手は8日、ガーディアンズ戦に先発し、7回を投げて3安打1失点でした。ブルージェイズは0対1で敗れ、菊池投手は4敗目を喫しました。一方、レッドソックスの吉田選手はロイヤルズ戦に2番指名打者で出場し、3打数ノーヒット。レッドソックスは3対9で敗れています。この時間のニュースは以上です。ニュースデスク、森田さん、ありがとうございました。去年大好評を得た大人のパーティー、恵比寿ジャム。今年は10月6日から9日の4日間、恵比寿ザ・ガーデンホールで開催。7日のプログラムは佐藤浩一役者歌。詳しくはイベント公式ホームページまで。日本放送さあ、メールいただいております。はい、テーマメール祈ってますですね。はい、小生さん、うん、もう2年以上結婚指輪が行方不明になって探しているのですが、うん、妻にバレてないことを祈っています。私たちは普段指輪をしていません、はい、イベントやお祝い事の時くらいしかはめないのですが、はい、コロナ禍でそういったイベントがなかったので指輪をする機会がありませんでした。なんとか耐えてんだ。そのため行方不明であることがバレてないのですが、そろそろやばいです。やばいね。まあでも理由が理由だったら大丈夫なんじゃないの、わかんないけどさ。理由っていうのはなくした理由。なくした理由。なくすことに理由ってないですけどね。いやでもそうか、そう、ないで指輪確かにね、なくなるとね。そうだね、まあ、してないな、普段してない分、まあ、してないなとはバレないから大丈夫そうだけど、その祝い事でね、確かにね、してねえなこいつ。バレないことを祈ります。引き続きメールお待ちしてます。受付メールアドレスは rs@1242。 今日はボロネーゼ。長谷園の新商品パキッと、袋の中にはパスタソースが入ってる。これにパスタの乾麺をパキッと2つに折って入れちゃいます。あとはレンジで本格パスタの出来上がり。
鍋なし手間なし、この作り方感動級。永谷園のパキッと。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。ご存知ですか、建設現場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。建設現場と聞いて皆さん大工さんだけをイメージしていませんか。実は内装、電気工、吹き付け工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。幸せがあることを